それでは金曜日、まあ、あと1時間でこう皆さん拘束から解放されると思いますが頑張りましょう。後半に入りたいと思います。あ、もう1時間あるのか、頑張ってください。それでは編理文の方に入りましょう。でこのセクションのタイトルでありますように、その多変数関数には変微分と全微分とい こう2種類のこう異なる微分があります。でこれは一変数関数とは大きく異なる部分です。ですのでこれからその、まあ、変微分とそれから全微分というのがいかなるものかということを順を追って説明していきたいと思います。でまず変微分からいきましょう。一応セクションのタイトルは教科書のタイトルに合わせて書いていますので、まあ、そのつもりで見ていってください。でそこでその変微分に入る前に、一応と一変数関数の微分ですね、こう皆さん春ぐらいにやったかと思いますが、まあ、もしかするとこう皆さんの中には記憶の彼方にこう砂丘のようにうずもれてしまった人もいるかもしれませんので、ちょっと少し思い出してみたいと思います。でちょっとタイトルだけ書いて隣の黒板に映るのはなんか見づらい人もいるかもしれませんが、ちょっとあんまり下になるとこう今度は後ろの人が見えなかったりするのでご了承ください。で、一変数関数の時には y イコール fx という関数をよく考えていました。でこれは実数から実数への関数ですね。でこの関数がその x イコール a ある点 a においてこう微分可能っていう概念をやりました。でまあ、その定義を振り返ってみますと、x イコール a においてそのある形のその極限値が存在するということで定義されておりました。でその極限値は何だったかといいますと、こういう形をしておりました。で、まあ、この式だけ見て分かる人はそれでもいいんですけれども、まあ、一応、これが一体どういうものを表してたかっていうのをもう一度思い出してみましょう。と、まあこういう y イコール
fx という関数がありまして、そこで x イコール a でのこのを考えるわけですね。でその時にこの h は、まあ、仮にこれ正の値にしてみますと、まあ、h を a プラス h をこんなふうに取りまして、で、まあ、h だけ離れた点を考えます。でそこで、h 分の、f プラス h マイナス fa というのは何だったかっていうと、この、x が a の時のこの関数の点と、それから x が a プラス h の時の関数の点をこう結ぶ直線があったわけですけれども、その傾きですね、この傾きがこの式でした。でこの h をこう a にどんどん近づけていったときに、この直線の傾きにまあ極限値が存在すると。というときに、この fx は x イコール a で微分可能だと、そういう定義をしておりました。で、まあ、このときのその極限値のことを、まあ、f'a ですね。ちなみにこの記号ダッシュっていうのはこう日本特有らしくって、その海外に行って行くと F プライムというらしいですね。 F プライム A と言います。だから我々が国際会議なんかで発表するときも、あよくダッシュっていうところをこうグンとこらえてプライムってこう言うことがしばしばありますけれども、 F プライム A ですね。で、まあ、こうやって表して、でこれを X イコール A におけるF の微分係数というふうに呼んでいました。あ、ちなみにその英語圏でダッシュだと何を表すかっていうと、こう棒ですね、ハイフンといったそういう横棒のことをダッシュと呼ぶ場合が多いようです。まあ、それだけ知っても大して何役立つわけでもないんですけども、一応ですね、補足です。で、まあ、これが1変数関数のその微分の定義だったわけですけれども、で、で今度はその2変数関数の変微分の話に入ります。でここでは、まあ、今考える集合 D を、まあ、ユークリッド空間 R2 の部分集合としまして、で、まあ、関数 fxy というのを考えましょう。で、まあ、これは x と y の2変数関数なわけですけれども、基本的なアイデアは、その例えば y にある定数 b を代入するわけですね。ある実数 b を代入しましょう。そうしますと、これ fxb という関数になりますけれども、ここは y が今定数を代入していますので、この fxb というのは1変数関数と見なすことができるわけです。
で、この場合は、x が変数として残っていますので、x に、x の関数であると。じゃあ、じゃあこれはですね、この x と1変数関数だから、春にやりました、その1変数関数の微分ができるじゃないかって話になりますね。それが、この変微分の基本的な考え方です。と、この場合ですと、fxb は x に関する1変数関数ですので、fxb を1変数関数として x で微分します。実はこのことを fxy を x で変微分すると言います。ですので、そのもう一度述べますと、その変微分というのは、例えば今、2変数の関数 fxy が与えられたときに、まあ、y に定数を代入する、もしくは y を定数だと思って、そうするとこれ、x の1変数関数だと思うわけですね。で、それを、皆さんがまあこれまでにやった、以前やったその1変数関数の微分を行うということで、この場合ですと fxy を x で変微分すると言います。ここまでいいでしょうか。で、これ逆に、今度はその x にある値を代入しますと、これは y に関する関数になりますので、それを微分するということになりますと、今度は fxy を y で変微分するという言い方をします。で、さらに、今の話はこれ、fxy という2変数の関数の場合でしたけれども、これが変数が3変数、4変数っていうふうにもっと変数の個数が増えても、同じようなことをしまして、で、例えば3変数の場合は、x だけを変数に残して、y と z にある定数を代入すると。そうすると、x に関する1変数関数になりますから、それを微分するのを、まあ、fxyz を x へ変微分すると。いうような言い方をします。ということで、以上のことをですね、一応ちゃんとした定義で書きましょう。教科書では131ページの下の何行かのところに書いておりますけれども、これ一応定義として書いております。先ほどの説明では一気に変微分っていうところまで説明しましたけれども、一応言葉としては最初にその変微分係数という言葉から定義を書いておきます。で、ここでは同じようにこう関数を設定を考えるわけですね。ユークリッド空間 R2 の部分集合 D を考えまして、それから fxy というのを D 上の関数とします。そして、この A というのを D のある点としまして、その座標をスモール a、スモール b というふうに表します。
で、この時、fxy が点 A において、x に関して変微分可能であるということの定義をします。x に関して変微分可能であるとは、このラージ fx というのを fxy の y にこの点 a の y 座標 b を代入した関数としましょう。先ほども述べましたように、この y にある実数を代入しますと、この関数っていうのは x に関する一変数関数と見なせますので、それをこう言い換えたっていうことですね。ラージ fx と言い換えました。で、このラージ fx が、x イコール a で、x の一変数関数として微分可能であるというときに、この fxy はその点 a において x に関して変微分可能であると言います。ですので、そのまず変微分っていうのは、その皆さんが以前習ったその一変数関数の微分に帰着させて定義しているということに注意してください。すみません、まだちょっと文言がありました。すなわち、先ほどの極限で表したその式ですね。今の場合はこの F の Y 座標にはこの B を代入しますので、 X 座標に関してこう微分可能であるということは、こういう式を考えて、この極限値が存在するということで、この変微分可能であるという定義をします。それちょっともう一つ付け加えますと、この極限値のことを F、ラージ F プライムの A というふうに書きましょう。で、この時にその今定めました極限値 F プライム A というのを、その点 A における X のF のですね、F の X に関する変微分係数と言います。
何やちょっと長いですね。点 A における F の X に関するというふうにこう形容詞が続きますが、それぞれの意味をよく理解してください。で、最後にそのノーテーションですね、表記なんですが、例えば F の、右下に小さく X と書いて AB と書いたりとか、それから、DFDX って今まで書いてましたけれども、偏微分の場合はこのデルタを使います。でデルタとかラウンドって言いますけど、ラウンド F、ラウンド X の、まあ、AB と。などの記号で表します。で、まあ、以上はこの X、FXY の X に関する偏微分係数の定義をしましたけれども、まあ、もう一つの変数 Y についても全く同様に定義をしますので、ちょっと場所の方は省略しますけれども、一応皆さん Y に関してはこの辺の話の Y、X を Y に置き換えて確認しておいてください。ここまででしょうか。まず偏微分係数の定義をしました。で、偏微分係数の定義をしましたら、次はその、まあ、変動関数という話に進んでいくんですけれども、一応ちょっと一変数の場合にこう振り返場合を振り返って考えてみます と、まあ、こちらの図前の黒板で書きましたように、その例えばある X のある点 A でですね、こう微分係数が定まったと。で、まあ、この今度はこの A をこうずらしていくと、この A 異なる点ごとにこう微分係数が定まっているわけですね。でそうしますと、その X、いろんな X に対して、そのいろんな微分係数がそれぞれ対応しているってことは、その X の値から、その F の微分係数に対する、対応する、その一つの関数が定まることになります。X、ある X の値に対して、そこでの微分係数。また別の X に対して、その微分係数。というのを重ねていくと、その X に対して、その微分係数の関数が定まると。でそのことを、同関数と呼びました。で、同じようにその変動関数というのも、そのまあある点 A において、その X の F の X に関する偏微分係数が定まると。でまた点を変えると、そこで X に関する偏微分係数が定まるというふうに、そのいろんな点に対してこう偏微分係数がそれぞれ対応していますので、まあ、それをまとめると一つの関数になるわけですね。そのことを変動関数と言います。ということで、次の定義ではその変動関数、それから偏微分といった言葉を定義しましょう。教科書では次の132ページの上半分にあたります。
ここでもやはり考えている世界は先ほどと同じようにその D ですね、ユークリッド空間 R2 の分集合 D を考えて、まあ、この D 上で関数 F っていうのを FXI っていうのを考えます。で、まあ、今までの話からまずその D の各点、 D の各点ですね、もう D というのがあって、まあ AB、 これをまあいろいろ取るわけですね。でこの D のいろんな点でその例えば X に関して偏微分形成が定まるというような状況を考えましょう。D の各点 AB で FXI が、まあ、X に関して偏微分可能なときと考えます。でこの時に、その、まあ、D の点 FAB からそこでの偏微分係数ですね、 FX の AB っていう対応がですね、これは D から実数への関数になります。でこの関数のことをその F の X に関する変動関数といいます。でまあ、名前が来ると次にはその数式ではどう書くかという書き方が来るんですけれども、この場合ですと、fx の xy っていうので表します。他の表し方もありますが、あと何行かしたら一応書きます。で、一整数関数の時にはその同関数を求めることを微分するというふうに言いました。だからまあ動詞ですよね。で、偏微分の場合にも同じような動詞がありまして、述語ですか、述語がありまして、その変動関数を求めることをまあ皆さんよく知っていると思いますが、偏微分すると言います。
もう少し正確に言いますと、F を X で変微分すると言います。で、まあ、1変数関数の場合には変数が1個しかありませんでしたから、F を微分するという言い方で十分だったわけですけれども、変微分の場合は変数が2個以上ありますから、例えば XY の変数だったらば、そのどちらで変微分するかっていうのをきちっと言う必要があります。ですので、X で変微分するのか、あるいは Y で変微分するのかっていうのをきちんと言うようにしてください。でそれからあと変動関数の表し方ですね。先ほどの定義ではその fx の xy という書き方もしましたけれども、その他にも、まあ、dfdx、ラウンドですね。ラウンドになってる d が、こう、くるっと丸まったデルタになってるラウンド、f ラウンド x の xy ですとか、それから、まあ、fxy をこう書いておいて、前の方にラウンド X という書き方をしたりとか、それから、あとあらかじめその Z イコール FXY というふうにこう FXY を Z で表している場合には、D ラウンド Z ラウンド X と、まあ、そういった書き方もあります。ここまでいいでしょうか。一応これが変動関数、変微分の定義ですね。いいですか。じゃあ、ここで、一点注意しておきたいのは、微分を行うというのと、それから関数もしくは同関数に何か実数、値を代入するというこの順番で、こう表記の仕方でその順番が異なることがあるというので、それについて注意を述べたいと思います。注意としては、その微分と代入の表記とその順序についての注意です。で、ここにですね、2つの表記を書いておきます。1つはラウンド F ラウンド X の AB。で、もう1つは、ラウンドラウンド X の AB と。で、実はこの2つは似ているように見えるんですが、何をやっているかというと、両者ともやっていることは2つありまして、1つは、この変数 XY にこのそれぞれ A と B という値が代入されているんですね。で、もう1つは、この与えられた関数 F を X で変微分しています。で、問題は、この値の代入と変微分の順番がどっちが先かっていうことです。それが、この2つの書き方では
異なりますので注意してください。まず、上の方、ラウンド F、ラウンド X の AB なんですが、これは、順番として偏微分が先です。この場合は、F を X で偏微分するわけですね。そうすると、変動関数、こういう変動関数が出てきます。で、これに、この AB を代入したと。そういう順番で計算したというふうに見てください。いいですか。じゃあ、今度は下の方ですね。下の方はどちらが先かというと、実はこれは代入の方が先です。A と B を F に代入して、A と B は共に実数とします。そうしますと、FAB っていうのは一つの実数になるわけですね。あ、定数です。で、今度はこれを偏微分します。と、皆さん、お気づきだと思いますけれども、定数を偏微分したらいくつになるでしょう。ゼロですね。そうですね。ゼロです。はい。一応偏微分の定義に戻って考えると、偏微分っていうのは一変数関数の微分に希釈していましたから、まあ一変数関数のやはり定数を微分してもまあゼロになるわけですね。ということで偏微分するとこれはゼロになります。ですので、その値がこう異なりますので、2つの表記で値が異なりますので注意、あと異なる場合がありますので注意してください。ちなみにですね、同じようなことがですね、一変数関数の場合にも、ありました。というのをちょっと補足しておきます。まあ、皆さんの場合は、一変数関数の微分に関する勉強はすでに終えているので、まあ、ここで触れるのはちょっと打足かもしれませんけれども、この f プライム a というのが、まあ、先ほどの式で言うと上の方ですね。ですので、まあ、微分が先で、後から代入したと。というのはこの書き方です。で、それに対して、まあ、似て非なる操作で、FA の大括弧のプライムっていう書き方がありまして、でこれは、まあ、代入して、FA が求めましたと。で、これを、まあ、微分したら、0になりましたと。まあ、そういうことを言っています。ですので、一変数関数に関しても、やはりその表記の仕方、その同じような、こう、対応する表記の仕方が、の違いがありますので、注意しておいてください。ここまでいいでしょうか。それでは、あと残り30分ぐらいですけれども、全微分という話に入っていきたいと思います。
で、先ほどはその偏微分の話をするときに、その一変数関数のその偏微分係数の定義の復習をしました。で、今度はその全微分という話をするんですが、それの前にですね、この一変数関数の微分のちょっと意味についてちょっとこう復習したいと思います。今、ここで一変数関数ですね、y イコール fx というのを考えまして、まあ、これがその x イコール a でその微分可能とはということをちょっともう一回復習しましょう。先ほどその書いた図をちょっともう一回書いてみます。まあ先ほど一回図を皆さん書いたはずですから、もう一回書く必要はないんですけれども。こう y イコール fx というのがありまして。で、まあ、x イコール a で、その微分可能ってはどういうことを言ってたかっていうと、この x がその a に近づくときに、この a のものすごい近い場所でこの fx のこう振る舞いを見るわけですね。でそうすると、まあこれ、遠くから見れば、この y イコール fx というのは、こう曲線かもしれないし、ぐにゃぐにゃしているかもしれないんですけれども、この x イコール a のすごい近い範囲でだけ見るとですね、そうするとそこだけでは、その、この y イコール fx がほぼ直線のように見えるっていうのが、この微分の意味の一つなんですね。そのまあ、ぐにゃぐにゃしている関数も、そのある点 A の狭い近傍だけに絞ってみるとその辺では直線みたいに見えると。というのがこの微分のアイデアです。でもう少しきちっと書きますと、その x が a に近づいたときに、まあ、fx っていうのはまず、まあ、fa ですね、ここを通るから、まあ、fa を通るんですけれども、で、その、そこからこう、増えたり減ったりする部分っていうのは、こう、この点を通るですね。この点を通る、こう、ある、こう、直線にほぼ、こう、似ているということができるわけです。もちろんこれは、微分可能の時ですね。この fx は x イコール a で、その微分可能の時には、この x が a の近傍では、この fx っていうのは、この点を通る、まあ、ある直線のように見えるというのが、この微分の意味です。で、じゃあ残りの項は、お釣りの残りの項はどこへ行ったかっていうと、この微積分の教科書では、これ小文字の O ですね、スモール O と呼びますけれども、スモール O の括弧の x-a という、まあ、こういう何かを加えたものという形でこの fx が表されるということをやりました。で、じゃあこのスモール O の x-a というのは一体何者かというと、
まあ、これはある関数なんですね。ある関数で、まあ、ちょっと、そうですね、それほど得体はちゃんと分かっていないというわけなんですけども、言えることは、その、まあ、x が a に近づくと0に近づく関数。しかも、一つ特徴を挙げるならば、この直線ありますよね。この直線よりも早く0に近づく関数です。早くっていうのは、例えばどういう意味かっていうと、例えばその y イコール x、y イコール x2 乗、y イコール x3 乗っていう関数をこう考えまして、でこれで x が0に近づくときに、それぞれの関数がそのどのぐらい早く0に近づくかということを比べるんですね。で、まあ、どれも0に近づくのは一緒じゃないかっていうのは確かにそうなんですけれども、数学で問題になるのは、その0に近づく程度、もしくは速さがこうどのぐらい大きいか小さいか、比較してですね、どのぐらい大きいかっていうことを比較しています。ですので、例えばこの場合ですと、y イコール x に比べれば y イコール x2 乗の方が、こう、x が0に近づいたときに早く0に近づくと。まあ、直感的にはこのグラフでわかるかと思います。それから、y イコール x2 乗に比べると y イコール x3 乗の方がもっと早く0に近づくと。まあ、そういう性質を持つわけですね。で、まあ、ピンとこない人は、とりあえず今はそういう性質を持つと思、思ってください。で、ここの、その、スモール O の x マイナス a っていうのはどういうものかというと、まあ、ある関数なんですけれども、この直線よりも、まあ、早くやっぱり、早く0に近づく。この x イコール a に近づいた時ですね。早く x イコール0に近づくという、そういう性質を持つ関数のことを言います。もう少しきちっと書きますと、x の一次関数よりも早く0に近づくと。で、このことは、数学の言葉では、一応書いておきますと、工事の無限小という言い方をします。で、まあ、一応今までの説明に照らし合わせると、無限小っていうのは、その0に近づくってことを言っていて、で、工事っていうのはその0に近づく程度ですね。先ほど言ったように、x よりも、x2 乗の方がより早く0に近づくっていうのを、まあ、工事の無限小という言い方をします。で、まあ、ちょっと、この辺の説明がいろいろぐだぐだやってしまいましたけれども、ここでまず皆さんに掴んでほしいのは、その x が a のこの近くでは、この fx っていうのはほぼあるこう直線で近似できる、直線とみなせるということに注意してください。で、これが実は、こういうことができたときに、この α ですね。問題はこの直線の傾きがいかほどかっていうのが問題なんですけれども、この直線の傾きが実は、先ほど復習した偏微分、あ、じゃあ微分係数ですね。微分係数になってると。というのが、この、一変数関数の微分が意味するところでした。という話はどうですかね？春学期の時にやりました？木村先生の時に。一応、首を縦に振っている人がいます。
で多分やった可能性はありますね。まあ、ちょっとこの辺の話はもしかするとその学類によっては取り上げたり取り上げなかったりする話かもしれませんけれども、まあ、一応こういう背景があるわけですね。一変数関数の微分というのには、まあ、キーになるのはこの直線ですね。その微分その y イコール fx の x イコール a で微分可能の時にはこの x イコール a の近くでこの fx というのはある直線に近い振る舞いをすると。でその直線の傾きっていうのがちょうどその x イコール a における微分係数になるという話でした。で、今度はその、まあ、二変数関数の場合ですね、その同じようなアイディアはあるのか、そういうその微分の意味するものはあるのかっていうと、実はありますっていうのが、これから述べるその全微分の、考え方です。で、ちょうどそれのですね、そのアイデアをその示している部分が、演習書の方にあります。演習書を持っている人は、93ページを見てください。第3章の多変数の微分の冒頭ですけれども、演習書の方ではいきなり多変数の微分の話が全微分の話が始まっています。で、そこにありますその図の 3.1 で表せている関数がですね、 z イコール x マイナス y プラス4倍の sin x 2乗マイナス y 2乗という関数を表していまして、でこの93ページのその図ではその、まあ、x がマイナス5から 1.5 の範囲、それから y がマイナス2から2の範囲で描画したものなんですね。で、まあ、文章を見ていきますと、まあ、この図の 3.1 ではこう緩やかにこう凹凸があるような局面を成しているわけなんですが、じゃあここの局面のその原点付近を拡大してみましょうというのが、次の94ページのその図の 3.2 ですね。これではその図の 3.2 は x がそのマイナス 0.01 から 0.01 の範囲と、それから y がマイナス 0.01 から 0.01 の範囲でこう拡大した図を見ていますと、それはほぼ平面に見えると言っています。で比較のために図の 3.3 ではその z イコール x マイナス y という平面を載せています。この平面は
最初に与えられたこの式の関数のこの部分ですね、この部分だけをこう取り出したものなんですけれども、まあ、それとですね、原点付近ではほぼ同じ振る舞い、同じように見えるでしょっていうのが、まあ、ここの演習書の図で言ってることなんですね。で、先ほどその一変数関数のその微分の意味のところで説明した際には、その、まあ、x イコール a で、こちらに上にありますように、そのこの関数がある直線にほぼ直線とみなすことができるという話をしました。で、二変数関数の場合にも、これは同じようにその、まあ、あるちゃんとした性質を満たすような点ではの近くではその関数をですね、平面と見なすことができると言っているのはこの今出した例の話です。ということで、ちょっとそうですね、なかなか最初はつかみにくいかもしれませんけれども、一変数関数でのその微分可能っていう話を、まあ、二変数もしくは多変数に拡張したっていうのがこれから述べる全微分の定義です。まあ、とりあえず一回定義を書いてみたいと思います。教科書では全微分の定義は、教科書133ページの真ん中のあたりにありますが、一応教科書ではこの本文の中に定義を書いてますけれども、ここでは一応一つ見出しを作って書きたいと思います。F か。F は二変数ですね、今。Fx は、この二変数関数 Fxy が点 AB で、全微分可能とは、次のことを言います。一応前提条件としてこの fxy っていうのは、点 AB の近傍で定義されているということを一応断っておきます。でそういう xy がその点 AB で全微分可能とは次のことを言うんですけれども、fxy を次の形で表すことができるということを言っています。まず fab ですね、この AB での点、それからアルファ倍の x マイナス a プラスベータ倍の y マイナス b。 ここまで見ますと、これはあるその点 AB を通るある平面を与えているということに
注意してください。ここまでである平面ですね。点 AB を取るある平面であると。で、問題はその残りの項なんですけれども、オーダーの ちょっとこういう条件つけたんですが、これは何を意味するかっていうと、xy が ab に近づくときに fxy がこういう形で表されると。いうことを言います。こういう形というのは、ここですね、まず AB を通る点 AB を、あ、点 FAB を通るある平面と、あと、何がしかのお釣りの項と。で、このお釣りの項についてもう少し詳しく見ますと、これは、スモール O、括弧、このルートの中っていうのは、その、XY と、AB の距離を表しているんですね。ですので、この XY と AB の距離よりも、まあ、ずっと小さい何か量というふうに思えばいいです。ですので、まあ、そういうもので、この FXY が表されると。で、こういうを満たす α と β ですね。これ実数です。というときに、この fxi というのは点 ab で全微分可能であると言います。まあなんか、多分、皆さんの中にはこうなんじゃこりゃっていう、こう、すでにこう頭がこう、単調、頭の高さが単調現象をしていくような、そういう感じの人もいるかもしれませんが、一応ですね、その、先ほどから何回か述べてますように、その、一応ちょっとまた図で、図で少し表しますと、その何かこう fxy っていう関数があったときに、例えばまあ点 AB でここに fab っていうのがあると。で fab っていうのがあって、でそこでこの fxy がですね、この ab のすごいかなり近い部分では、こういうある平面にほぼ、同じ平面にほぼ等しいと表すことができると。そういうのが、この全微分のアイデアです。で、一応ですね、その、ここでもう一つ定義の最後に説明しておくのは、そこの上の式にあるこのスモール O の何とかの中身ですね。で、この中身を一応の定義をちゃんと書いておきます。なぜかというと、実際演習問題でその全微分可能性を問う問題が出たりします。その時に、このスモールOの中身をちゃんと評価する必要がありますので、一応その定義を書いておきますね。で、これは何を意味するかっていうと、その xy ですね、点 xy を ab に近づけた時に、β
母、まあ、有理式分数式は考えるんですけども、分母は ここのスモール O の記号の中に現れたこれですね、点 XY と点 AB の距離ですね。分母はこれで、分子は、上の式のこの fxy からこの上の式でそのアンダーラインを引いたこの平面に相当する部分を引いたものです。ああ、x じゃない、y ですね。で、これが、この極限値が0になりますということを意味します。ここまでいいでしょうか。実際にはそのこの部分です。この部分っていうのはなんかある関数 xy のある関数 でその式っていうのは今は具体的な形は与えられていません。で、実際演習問題なんか問題を解く際にはこの fxy からこれとこれとこれを引くとこう何やら式が出てくるんですね。で、その式が出てくるんですけれども、この分子っていうのはこの点 xy と ab の距離に比べるとずっと早くゼロに近づくと。それで極限値を取ると、まあ、ゼロになると。あ、極限を取ると極限値がゼロになると。そういう関数がここに入ってくるという意味を表します。まあ、ちょっと今まだあまりピンとこない人もいるかもしれませんけれども、まあ、多分次回ですね、その全微分可能性の判定などをする例題でまた出てくるので注意してください。で、まあ、今日はちょっとですね、こういう抽象的な定義に、で終わってしまいそうなんですが、一応、この上の式の、この意味を考えますと、ちょっとこれ下げても大丈夫ですか？もう一回下げて、この説明です。この意味ですね。これを、考えてみますと、先ほどから何回か述べているように、この、もし、fxi が点 ab でその全微分可能であるとなると、この fxi っていうのは点 ab の近くではある平面ですね、平面で近似できると。で、実はこの平面のことを後からやりますが、まあ、z イコール fxi って、まあ、それはこうある局面だったりするわけですね。局面で定まる局面、まあ、一般に局面ですね、局面の、まあ、AB における、接平面一変数関数の時には接線って言ったのはよく覚えてると思います。で、まあ、二変数関数の時にはこれが平面になるわけですね。その極もともとのこの z イコール fxi にそこで接する平面が作れると。で、その接平面を意味するということになります。それからあと、これもまた次回やりますけれども、じゃあこの平面の傾きの α とか β っていうのはどうやって決まるんじゃっていう話なんですが、これもやはり一変数関数と同じように、ここでその変動関数が出てくるんですね。その変微分係数が出てきます。ここにはその x のあ、じゃあ F の、A における X の変微分係数。それから、ベータは、この F の、B における、Y イコール B における変微分、Y の変微分係数が出て
きます。というような話がこれからまたもう少し続くことになります。ここまで何か質問ありますでしょうか。大体そうですね、今日はこのぐらいが切りがいいかなというところですので、一応次回はですね、この全微分に関する話をもう少し続けます。で、先ほども述べましたが、演習問題ですと全微分可能性の判定などという問題が出てきますので、その辺の計算例も示したりした上で、今度はその今日も今ちょこっと出てきました接平面の話などに進みたいと思います。何か質問ありますでしょうか。じゃあ今日はこのぐらいにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。